皆さんこんにちは。こんにちは、マックス村井です。ハラミンです。私がマックス村井奈々です。私はハラミンです。覚えてらっしゃいますでしょうか。何でしょう。先週までの波、はい、波覚えてますよ。覚えてますでしょうか。さあ、じゃあ今日もメサを。はい、私がですね、まず死んだんですよね。はい、残念ながら夜の砂漠の、はい、見ましたよ動画版は。あいつらにやられて、はい、あんなところで死んでたんやと思いましたもん死んじゃったんですよね。死んじゃいましたね。で、花見さんが今一人で、うん、そのマイナス2万の場所にいる。イエス。で、私はそのマイナス2万の場所へつなげる、うん、私はもうネザーが完成しました。完成しましたよね。座標も出ましたよね、確か。僕はもうそうですね、入りましたね、ネザーの中にバーって。そこにこう奇跡的な合流を。そうですね、ロマンチックでドラマチックな合流をする。するもちろん。そして、はい、ハラミンさんがゲットした、うん、水中歩行。ああ、水中歩行持ち帰りましょう。あれを持ち帰り、うん、我々は、はい、もしかしたら海底神殿にちょっと行くかもしれない、うん、行けちゃうのかなみたいな。ワンチャン海底神殿あるのかなみたいな。はい、メサ探し編でね、退屈しきった皆さんにね、ちょっとたまにはね、ちょっとね、海底神殿、やんや、そうそうそう、お祭りをみたいなのをお届けしないと、さすがにね。そんなわけで我々は今、メサ開通作業中でございます。はい、出ましたね、これまたこの退屈な時間。そうですね、ネザーを。やばいですね。今2600まで来ました。何でしたっけ。2700です、ほぼほぼ。700か。2699でしたね。もうほぼほぼ開通間近です。行きましょうか。ただ私ちょっと今ね、開けたところ出まして、多分この開けた空間、ここもうもうだと思ってますよ。2699-8145でしょ、うん、2699-8145だから、うん、ここ多分下に降りればほぼほぼ、しばしばし深いな。ここだ。ちょっとここを開放すれば、多分ハラミンさん、お、まあ、そんな近くに行く、ワンチャン見えると思うんですよね。寝下げて壊さないでくださいね。ほいほい、私が言う、ほいほいほい、多分この宮下くんの猛攻は、私とハラミンさん同じものを聞いてるはずなんですよね。はい、すんすんすん、あ、食らった。あ、お前か。マジで寝下げて壊さないでくださいね。はい、いや、もうすごいハラミンさんが戦ってる声で、や、音が、すん、当たれ。待ってね、じゃあここまで来ましたと。で、2670。ああ、死んだ。くそ。え、 Z 字、ポジティブ Z でしょ。ネガティブ Z 行かないといけないからこっちなんだな。じゃあここをどん詰まりだとして掘り始めますよ、下の方に。ネガティブ Z の方に。ネガティブ Z。 ついに、はい、平行で掘るの、平行に掘るのをやめ、はい、下る。あれ高えな。多分ハラミンさんが見えるはず。見上げてごらん、夜の星を。めっちゃなんか変な人いっぱいいるやん。ニャ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 。これなんかピョンピョン飛んでるやつは強いんですか。これもう本当にそこなんだよな。てかそれあれか、てかそれあれか、てかそれあれか、これだよね、これだよね。いました。多分ね、もういるんすよ。発見しました。見っけたー。れれれれ、どこだ。繋がったー。どこどこどこ。私が落ちる。どこにいるんだ。ここ。え、ここ。あ、いた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 。いたいた。見つけた。どこ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 。これですよね。どこ、花見さん、どこ。これじゃないですか。え、違う。どこ。もうちょっと前出ればいいよ。落ちそうで怖い。これね、これこれですよね。あ、そう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 、あそこにいる人ですよね。そう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 。ハネさん、はいはい、ネザーさ、ほら、うん、たくさん落としてあげるからさ、うん、作ってよ、階段作ってよ。落っこちてくれ、いいじゃないですか。ここに、いや、落ちたら死ぬからさ、はい、下来て、下。何を作ると。ここの下来て、塔。ここの下来て、ここの下、はいはい、いいからここの下来て。出てくるな、すげえ。いいからここの下、行くよ。すげえ、そう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 、落とすよ。何をすか、はいはい、行くよ、はいはい、ピューンピューン、めっちゃ前回るやん、ここ。ピューンピューンピューン、拾え。ほら、空から札束だぞ、ほら、ピューン札束だよ、前ピューン。社畜だ、社畜。拾え、拾え、拾え。これが社畜だ。拾え、拾った。これでさ、ちょっとタワー作ってよ、タワー。タワーね、ただね、うん、ここもう燃え盛ってるんですよね。あ、そこね、そこからさ、ね、村井さんね、
2本作ってきてよ、はいはい、で片方に私が乗れるようにして、はいはいはい、1回降りて降りた結果としてあの下でから一緒に階段作ろう言ってることを Do you understand? 2本の階段作ってきて2本作ってこないと片方に私乗って降りれないじゃん。1本に2人乗って降りてくれるんですか。いやそれ絶対途中でさ、はい、押す押さないとかでさ、はい、落ちるよ。押す押さないでちゃんとねまずは作ったら階段にしよう、はい、いいですか。何かちゃんと階段作ろうね後でね。一旦私を救出してレスキューしてレスキュー。レスキュー村井です。危ねえ危ねえ。極高所恐怖症じゃないですか。もうぶっちゃけこれで私結構怖いっすからね、はい、これで結構怖いっすからね私。よくぞやってきた。どうも村井さんこんにちは。ふぅやっと会えたな。で原井さんその奥、はいはい、はい、うん、で一回壊して降りてよ。はいはい。よしよしよし。たった一個のこのマスに乗るのが怖い。なんで落ちそう。いくよ。はい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 。ああ、危ない危ない。はいはい、あ、危ない危ない危ない。早く早く早く。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。行きたい行きたい行きたい。おーしよしよしよし。オッケー、ワンダフルーマン。よかった。ハルさん、一回あっちで寝てさ、私リスポーン確定していい？いいですよ。よかったよかった、生きた。マックス村、生きた。生きた、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 入り口。入り口どこ？とかないんで、掘ってください。入り口どこ？これ砂利なんで。砂利ボーイ。砂利ボーイ。砂？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 な、何言ってんの。よかったー。オッケー。あ、夜や。やばい、夜ですって。これはまずい。寝かせて。ベッド。ベッドあるんですか。ベッドないよ。いやー、やばい。ない、じゃあ戻ろ、戻ろ、戻ろ。一回戻ろ。寝座に。うん。戻りましょう。これはまずかったな。階段作るか。階段。いや。あいつ。今か、あいた。この野郎。私ダメなんですよ。苦手なんですよ、これ。僕得意です。ほら、撃ってこいよ、こっちに。おい、へいへいへい。あ、いけた。敵前逃亡。ピッチャービビってる。あれ、こんなネザーに咲く花。いや、僕が投げ捨てたチューリップです。じゃあちょっと宮下君いるけど、危険だけど、コメント読みましょう。みんな正直に答えてくれ。メサ探しはもういいよ。長すぎて見てらんない。64%。諦めたらそこで試合終了だよ。とことんやってくれ。35%。意外ととことんやってくれがやっぱいますね。いや、やっぱりね、中途半端なものなんか見たくないよ、うん、諦めるマックス村井なんかね。そう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 、見たくないですよね、誰もね。なんか今週はフェス限全部出るまでガチャ引きますみたいな動画を見させられてる気分。それそれでなかなか見どころありそうね。はい。なぜこの人たちは半年もマイクラやってて夜動こうとするんだろう。日が暮れたら寝ればいいのに。馬が動くといっても大した距離じゃないと思うんだけど。なるほどな。馬を大切にしすぎたがゆえの我々のミスよね。はい。とっとと寝ろなんですよね。とっとと寝ろですね。村井さん、リアルさん。ん？あ、ハラミさん。リアルさんね。はい。メサは一応置いといて、パート150に2度目のネザーガチャやってみたらどうですか。メサワンチャンあるかもです。おお。ネザーガチャって何でしょう。ネザーでひたすら進んで出るんでしょう。そう、ひたすらネザーの中で進んでからせーので出る。サトウキビは収穫するとき一番下から刈らずに2段目から刈ったら後で上を押さなくて済みますよ。おお。って知ってるでしょ。おお、聞いてないんだよな。水中呼吸も水中方向も1個ずつしかないのに海底死んでいくの。村井さん一人でロストする未来が容易に想像できるのだけれど、海底神殿を攻略したいなら水中呼吸と暗視のポーションを十分な量確保してから。ポーションを作るにはネザー要塞でブレイズロッドとネザーウォートを集めてから。防具的に今の資材ではネザー要塞の攻略は危なっかしいのでブランチマイニングで資材集めとトラップで経験値集めて防具をやっちゃうと。やべえな。ヒカキンさんを見習った方がいいです。やべえな。ヒカキンさんを見習った方がいいらしいです。ヒカキンさんを見習ってください。ヒカキンさんを見習ってください。いやだってヒカキンさんのマイクラなんかすごいことになってるもん。もうなんか私の知ってるヒカキンさんのマイクラじゃない。あれはヒカキンさんが初々しい感じでパート1からマイクラを始めた時と比べたら今のヒカキンさんはもうただのマイクラ上手い人。でも村井さんマイクラやってるんじゃないんでしょうね。ダベってるんですかね。ダベってるというかまあこう楽しくお友達とマイクラやってるしねって、はい、ヒカキンさんのマイクラマジですごいからな。うん、あ、私ね勉強しましたよあれ一つ。
エリトラ。エリトラ勉強した。まだ夜かい。まだ夜かい。あかんねあかんね。エリトラ勉強しましたよ。羽らしいっすよ、羽。あ、あれか、カズさんが飛んでたやつか。そう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 。あれがエリトラか、あれやりたいんだよな。でもあんなんあったらさ、面白いの。いや、そのエリトラのことを私もやっと理解したんですけど、うん、あんなん取っちゃったらさ、神じゃん。何でもできんじゃん。ねえねえ、はい、素直に階段作るのは無理そうだからさ、はいはい、こっちに階段作ろうよ。いいっすよ。こっちから作ってさ、あそこに開通させようよ。はい。あの時の高さってどれぐらい？ちょっとどんくらいですか？下から見てさ、はい、あ、そんぐらいそんぐらいって言ってくんない？あ、高さそんぐらい。難しくないですかそれ？どあの穴と見比べて。何に？どこに？あの穴と。どの穴？村井さんが落ちてきた穴。そう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 。あ、その辺その辺って言ってくる。それ難くないですか？はしごという発想に至らない鳥頭2人。先生。はい。はしごですね。ハラミさん。今背中が痛くなった。ハラミさん。今すぐはしごつけましょう。急に笑かされたから。はしご。はしごつけましょう。はしご。俺、肩甲骨が今ピキッと言いました。はしごつけましょう。痛い。石とはしご。痛い。石とはしごいきましょう。はしごいきましょう。はしご。向こう夜なんだって。もう朝になってるって。なってますからね。はしごつけましょう。はしご。よ、今。はしご。もうはしごしかないでしょ。急に笑った。いや、はしごでしょ。ピキッてなったわ。はしご、はしご、はしご。本当に朝になってますか？朝になってるわ。イエーイ。どこ？なんであんな不便そうな場所に作ったの？ゲート。もっと近くに作ればよかった。不便そうじゃない。あそこにマグマ溜まりがあって、ああ。で、水が近かったから。それは便利だ。ベッドある？そもそも。一個は。もう一個は？それないっすよ。いや、ベッド持ってくればよかったな。そうですね。あ、で、え、何が見たいんですか、まず。階段、階段。見たいじゃない。クラフトテーブル？うん。階段作って、階段。クラフトテーブルはここです。いや、階段作って、木は。あ、そういや、持ってた木材、さっき死んで回収してないな。木は木。木がない。切らなきゃ。よし、階段作ろう。よし。木はない。クワがないっす。何入ってる？チェストですか？うん。木入ってる。僕が確定させたやつ。とりあえず木を掘ろう。木を掘る。木を取ろう。じゃあ斧あげますね。ここ。え、斧あんの？斧ありますよ。ちょうだい。はい。やるじゃん。ダイヤの斧を村さんに。ダイヤの斧？羊買ってきてくんない？あ、羊の方を。羊担当で私は。うん。ダイヤの斧ってさ、割と貴重じゃない？ダイヤをたくさん使うよ。こんな贅沢言うことしてくれたよ。え、あ、ごめんなさい。私が旅してる間に。旅？私が旅してる間だろ。あ、旅ってそっちの旅ね。何の旅だと思ったの？村井さんの情緒を安定させる旅。いやいや、マジで。寝材をうろうろしてる時とかって話じゃなくて。あ、え、そっちの話ですか？そっちの話だったらあれは旅じゃないじゃないですか。いいから早く羊取ってこいよ、もう。取ってきますよ。いや、この話は終わりだ。あんたはしだしたんでしょ？ザ社畜は。あれ、それ今日、リオナルボーイいますよ。リオナルボーイ明日からっす。え？今日は自宅作業ですって。え、だってさっきなんか朝礼。今週木曜日の屋久島の動画の編集自宅作業でガッツリやるらしいです。なるほど。朝礼参加者のところにリオナリボーイの名前ありませんでした？ないです。あ、ないです。はい、私その朝礼出てましたから。お、でも、え、村井さんその朝礼出てたんですか？はい。なのに朝礼参加者のところに村井って書いてなかったですよ。うわ、きっと私普段出てないから干されてますよ。いや、干されてるんじゃなくて、スタジオグループの朝礼のメンバーじゃないから。メンバーとかじゃなくて、そこにいた人は書かれるじゃないですか。村井さんなんかもあれですか、なんで参加してんだよ。だったら初期のガースかな。ガースに文句言え。そうですよね、うん、そういうことです。私は別に入ってなくてもいいんだけど、そういうふうにハラミンさんからがね、愚痴が出るんだったら、はい、それはハラミンさん言っといて、ガースに、はい、言ってきます。ちょっと村井さん寂しがってるぞと。いや、別に私は寂しがってねえ。いなくていいからさ、別に。結構気を取ったぞ。え、白白黒じゃダメ、ベッド作れないですもんね。白白白じゃなきゃダメなんですもんね。わからん。試す前から何できねえって決めつけてんの。すいません、なんかできなかったらできなかったらできねえじゃないかってどうせ言われるから。やってみないとわかんないよ。いや、っていう精神でやってんのに、できなかったらできねえじゃないかって言われるじゃないですか。何ふてくされてんの。できねえじゃんかって言われる。嫌な思い出でもあったの。はい。じゃあそれをいい思い出にしてこいよ。白と黒でやってみなよ。村井さんといると嫌な思い出にしかならないです。大丈夫、できるよ。君ならできるよ。本当ですか？ベッド作れるよ。いや、でも白いたんで大丈夫ですよ。おっしゃ、いたんだったらいいよ。だったらもう結果分かってる方でやった方がいいじゃねえか。キレられてるんだろうな今。そんなに朝礼の参加者に名前なかったら悔しかったんだろうな。A だろ、名前なくても。え、朝礼なんてもう3つぐらい掛け持ちだからさ、はい、まあ、掛け持ってる気持ちになってるのは私だけかもしんねえけどな。寂しいこと、寂しいこと言いますね。どこにお名前がねえんだよ。もう結構大量に木を切ったから。羊毛はゲッチュしましたよ。羊毛ゲッチュ、はい、サルゲッチュ、サルゲッチュ。じゃあ村井さんのベッド作ってみましょう。お願いします。はい。あれ、村井さんあれですか、僕の家の前の目印壊したんですか？壊してないですよ。あれでしょ、目印ってあれでしょ。ん、土ですよ。うん、安心して大丈夫。え、壊しましたよね、絶対。ああ、通路沿いの土2つ。そう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 。うん、邪魔だったから壊した。ちょっとあれ、家どこだか分かんないからやったのに。ここら辺全部壊しちまえよ。今日乗ってますね。
村井さん、その発想なかったわ、確かに。他の家全部動かないんだ。うん、寝てる家以外全部壊しちまえ。確かに、その発想なかったな。邪魔だわ。さすがだわ。サンキュー。何これ、お互いが足草ベッドじゃん。お互いが足草ベッドって何なの？お互いが足草ベッドって。お互いが足臭くなるやつやん。初めて聞いたんだけど、お互いが足草ベッドって。お互いの足がさ、そんなの聞いたことないですよ。悲しいやつやん。初めて聞きました、お互いが足草ベッド。